どうも、コブラです。今回はバーバリアンについて、就職詞の力の古文状について紹介していきます。これから倍率で、〜何々以上って表現します。これはですね、ハテナとついているので、ちょっとわからないので、以上と表現します。アンセストラルエコーズ、ラッキーヒット、リープ、アップヘイバル、ワールウィンドウで敵にダメージを与えると、 最大で40%以上の確率で同じスキルを行うエイシェントを召喚する。5秒に一度だけ発生する可能性がある。アンセストラルフォース。ハンマーオブエイシェントは外側に震え敵にダメージを32%以上与える。アネミア。 ラッキーヒット、出血した敵に直接ダメージを与えると最大で31%以上、の確率で2秒間スタンさせる。バーサークリッピング、バーサーク中に直接ダメージを与えるたびに、与えた基本ダメージの22%以上、を5秒間、追加の出血ダメージとして与える。ブローラーズ、 キックやチャージでダメージを受けた敵は、次の2秒以内に倒されると爆発し、付近の敵に N 回ダメージを与える。ブルーカオス、リープは4秒間に物理ダメージを N 回与えるアースクエイクを発生させる。アースクエイク中に立っている間、ダメージ軽減率が5%以上、増加する。 デスビッシュ、バーサク中に N 回イバラを獲得する。エコービングフューリー、おたけびスキルが発動している間、1秒間に2以上の怒りを発生させる。ナービングラース、怒りが最大の時に発生する怒りのポイントごとに9.0以上強化効果を付与する。 永続的な踏みつけ、キックやグランドストンプで敵にダメージを与えると、リープのクールダウンがリセットされる。クイックニングパルス、ラッキーストライク、エリートに出血を与えた時の最大で40以上、パーセントの確率で、アルティメット以外のスキルのクールダウンを1.5秒間短縮する。 リレントレスバーサーカー、ラッキーヒット、コアスキルで敵にダメージを与えると最大で22%以上、パーセントの確率でバーサークルの持続時間が1秒延長される。クリティカルが発生した場合は2倍になる。スレイキング、ラッキーヒット、レンドが出血の敵行った以上に直接ダメージを与えたとき、最大で30%以上、 の確率で怒りの値を20を獲得する。テンパリングブロー、武器交換を6回行った後、強化効果を獲得する。ダイヤホールウィンドウ、旋風によるクリティカル確率はチャネリングしている間、毎秒5以上増加し、最大で20以上となる。 アイアンウォーリアー、アイアンスキンはアンストッパブルにもなります。ザ・プリクリング。コアスキルで敵にダメージを与えると最大で10以上、パーセントの確率で5秒間、N 回、茨を付与する。ザ・レントレス・アームマスター。ウォーキング・アーセナルによる全てのダメージボーナスが有効な間、怒りの生成量がかける。 20以上増加する。容赦なき怒り、コアスキルで敵を倒すとそのスキルの基本怒りのコストが10以上払い戻される。1回のスキル使用につき1回にのみ発生する。ベテランブローラー、コアスキルが敵に直接ダメージを与えるたびに次のチャージまたはリープのダメージが15以上増加し、 最大で225以上まで増加する。ウィンドストライカー、武器を6回交換した後4秒間攻撃速度プラス20%以上の上昇を獲得すると動画をご視聴いただきありがとうございました。